はい、酒好きなに新潟人の飲酒動画、始めていきましょう。今回は、朝日のね、酎ハイです。酎ハイ果実の瞬間というシリーズですね。これはアルコール度数 4% の、手摘み桃と山形さくらんぼ酎ハイというやつです。桃とさくらんぼを合体したやつか。そして春限定となってますね。これ、結構前に買ったんだよ。果汁が 0.9% のアルコール 4%。原材料がアルコールと、桃果汁とさくらんぼ果汁と、糖類と酸味料と香料。甘味料が使われてません。ので買いました。てかこれすごいな。原材料にアルコールって書いてあるけど。なんだアルコールって。普通醸造用アルコールって書くのが大体一般的なね、酎ハイ。もしくは、ウォッカとかね、書くのが普通なんですけど。なんかあれだよ。アルコールって。なんだそれはって。醸造用アルコールって書く。今日ですね、休みだったわけなんですが、いろいろね、そうじゃ乾杯。ポケモンね、やっててね、ポケモンの X。X ね、結構面白いですね。うん。今もうポケモンの種類っていうのは、ポケモンの種類って最初151匹だったんですけど、それからどんどん増えてですね、今やもう何百種類、600種類、700種類らしいです。もう一体大木戸博士ってね、151匹じゃとかって言っとったのがね、何言ってんだこのボケじじいっていう感じにもうなっております。もう今じゃもうだって、今何世代目？ポケモンって世代ってのがあって、いわゆるポケモンの種類が増えたっていうのを、最初の世代が1世代として、赤と緑と青ですか。あれが、1世代目として、ポケモンの種類が増えるごとに、世代が増えると。世代っていうかね、目安っていうか。として、赤でしょ ?2 世代目が、ゲームボーイアドバンスじゃねえ。違う、金銀でしょ。で、次、ゲームボーイアドバンスのルビーサファー。で、4がパール。パールと、なんだっけ。ダイヤモンドとパールか。で、5世代目が、ダイパに、ブラックホワイトか。5世代目がブラック&ホワイト。そして今6世代目の XY。X と Y。ですかね。今6世代目ですね。今 XY じゃなくて、ルビーサファの、もともとゲームボーイアドバンスのやつのリメイク作が出てますんで、それになるんですけど。でも俺がね、小学6年生ぐらいの時ですよ。ポケモンのね、緑を買ってもらって、ゲームボーイポケットの緑色のやつとね、ゲームボーイポケットの緑色のやつと、そのポケモンの緑買ってもらってですね、やっておりましたけど。もうあの頃はもうすでに面白かったもんね。唯一ね、やってないポケモンはね、世代で言うとね、ルビーサファイアやってないんですよ。僕は。ルビーサファイアはやってないんですが、ゲームボーイアドバンス。やつはね、うん、まあそれ以外はもう全部やったかな、世代はね。うん、まあそうそう、ブラックホワイトもやったんですけど、今、ブラックホワイト2っていうのもあって、今じゃないけど、まあ昔にね、今ちょっとそれも同時進行みたいな感じでやってるんですが、やっぱポケモン面白いですね。普通に面白いね。オメガルビーをアルファサファイア。今はポケモンの種類が何匹になったんですかね。うん。453匹が、新ポケモン。違う。新ポケモンじゃないな。XY で出てくるポケモンが453匹で、それ以外のポケモンは、前のバージョンから、輸入してこれるんで、それで増やせみたいな感じですよね、多分ね。まあ、これすごい、なんだ。今すごいですからね。X は今やってましたけど、いわゆる Wi-Fi 繋いでると、もう、リアルタイムで、戦闘ができるんですよ。なんだ。確か、外国の人ともね、外国の人ともリアルタイムで、つまり今現在の時刻で、プチってやると、対戦相手をこう探して、はい、今繋いでる人と対戦ができるんですよ。すごいですね。今繋いでる、その世界、日本だけじゃなくて、アメリカとか、カナダとか。でね、できるんです。対戦が。で、しかも交換も勝手にできるんです。交換とかもね。もうランダムで、今、例えば、じゃあ、ポッポいらないから、このポッポを交換に出すわって言って、ピッてやると、交換相手を探していますって言ってて、はい、じゃあ今リアルタイムに、交換したい人と交換できるんです。世界でピーって。ランダムに。何が、まあ、その今繋いでる人と交換できるんですよ。すごくね。まさに科学の力ってすげえっていう。あれですよ。すげえ。すげえなーって。あ、今ね、ポケモンのね、種類、719種類いるっぽいですね。ポケモン719種類に増えたっぽいです。現在。すげえな。すげえな、ポケモン。俺もほとんど知らないです、ポケモンのね。半分ぐらい何こいつっていうやつがいますから。まあね。まあでも昔に比べると、非常に、あれいつからだ？俺が、ポケモンの厳選とかしてたのが、プラチナ世代だったんで、プラチナの時にね、すごい、ポケモンって非常に年齢層が低く見えて、実はね、年齢層ね、低い人間だとね、ほとんど勝てないですよね、あれね。非常に戦略的なんで。で、あと、厳選とかもあってね、卵をね、産ませることができるんですけど、それでね、一匹一匹能力値が違うんで、強い能力値を出すには、まあ、いわゆる運が必要になってきて、もう何匹も、何百匹もこう、産ませて孵化させなきゃいけないんですよ。まあ。まあ、そういうことですね。で、XY から、新たにフェアリータイプっていうのが追加されまして、うん。フェアリータイプっていうのがね、追加されたんですよ。でもこのフェアリータイプっていうのが今のところ俺 X やってて大して強くないんだよね。別に強えっていうよりは、まあ、昔のなんかポケモンでノーマルタイプだったのがだいたいフェアリータイプになったりして、フェアリータイプに交換されたポケモンとかもだいぶいるんですよね。うんまあ結構ね、いろいろあるからね。ほんと面白いですよ。これは。まあメガ進化とかもね、出てきましたからね。メガバシャーモとか、メガリザードンとかもね、いますから。すごい。まあね。しかもこう、種類っていうか、あれも、ポケモンの種類も増えてるんですけど、さらに技の種類も増えて、もう、腐るほど技が、種類があって、もう意味がわからない状態になってる。マジでちょっと、やべえ。マジやべえ。感じになってますね。で、しかも、あれか。オメガルビーとか限定で、原始ポケモンが出てきて、能力値が半端ねえな。めっちゃ上がってるじゃん。これあいつよが強いんじゃないの？原始海洋画とかさ、原始グラードンとか。なんだよ、これ。メガレ、これどうなるのこれ。最高なんなのこれ。能力値ちょっと強すぎねえかこいつら。合計種族値、高すぎねえ。ちょっと。合計種族値780いるんだけど、メガレックーザとか強すぎないかこれ。やば。これちょっとあれだぞ。あれ、ポケモンでいう、いわゆるチートポケモンっていうのが一匹いるんですけど、昔いたんですけど、そいつよが強いんじゃないのこれ。メガミュウツー、あ、メガミュウツーも合計種族値が780か。あれなんだっけクレセリアだっけ違う、クレセリアちゃうわ。なんだっけな全部の種族値が確か120だかのやつがいるんです。全部の能力値が、いわゆる最強クラスのやつがいるんですけど、そいつらもう型なしじゃねえか。ダメだな、これ。そいつらってか、そいついたんですけど、一般的に、ポケモンって、あれなんですよ。ミュウとかいたでしょ、最初の。ミュウってあれ、すべての攻撃とか防御力とかが全部一定で、まあ、うん。まあ、なんか、ね、一定だったんですけど、まあかなり高い水準で全部一定だったんですが、それの合計値が確か 600 ですね。その合計値が600なんですけど、確か、アルセウスか。アルセウスだ。アルセウスってやつが最強なんですけど、今じゃもう最強じゃなくなったっぽいですね。アルセウスがね、一番ね、合計値が高かったんですよ。なんですが、合計が、600か。アルセウス確か。720。合計が720のチートキャラがいたんですよ。ミュウで全部足して600だったのに、それよりか120も高い。アルセウスっていうポケモンがいるんですが、こいつがですね、合計値が720っていう、もうむっちゃくちゃ強いんですけど、この時点で強かったんだけど、それを超えるやつが出てきて、780とか出てくるのね。どうなってんだよ。780？ はぁ、なんですけど。化け物かよ。もう合計値720って時点でもう化け物だったんだけど、もう軽々超える奴らが780、今最大値780ですから。合計値780だよ。平均値130ぐらいじゃないか。平均130かよ。バケモンかよ。平均値130ってどんだけ強いんだよ。まあね。もう多分何言ってるか分かんない人は全く分かんないと思いますけど。本当にポケモンもインフレ化してきたなぁ。という。本当にインフレ化してきた。コク、甘み、香り。まあ普通でいいんじゃないこれ。3443です。ご視聴ありがとうございました。